はい、では今回は世界の地形というタイトルでやっていきます。よろしくお願いします。まず1、活動が活発な地域、ということで、これ何の活動が活発なのかというと、地震や火山活動ですね。地震や火山活動が活発なところは一体どこなのかというと、ここに書いてある山地や山脈があるところなんですね。で、これ山地や山脈があるところが、どうなってるのかということをちょっとこの地図で見てみましょう。この赤く色が塗ってあるところが山地や山脈が多い場所ですね。はい。そしてこの三角形の赤、三角形の赤見えるでしょうか。ここが、火山活動が活発。そして丸い点、これが地震が多いとこ、こういうとこですね。はい。これ図で見ると、こういう地図で見るともう一目瞭然、わかるわけですね。山地、山脈が多いところが、まあ、地震や火山活動が活発であるということがわかります。一体これなぜなのかというのは後々やっていくとして、今は、山地や山脈というところが多いところには地震、火山、こういった活動が多いので、まあ、自然災害なども非常に多いんだということを頭の片隅に入れておいてください。次です。さっきやった山地山脈については、特徴的な造山帯というのが2つあります。先ほどこれ見ましたが、アルプスヒマラヤ造山帯というヨーロッパからアジアに向けてある造山帯と、それから環太平洋造山帯という太平洋の周りをぐるっと回るような形の造山帯ですね。この2つが有名な造山帯です。で、まず最初にアルプスヒマラヤ造山帯ですが、何山脈があるのかというと、これは簡単ですね。もう名前にアルプスヒマラヤと出てますので、アルプス山脈とヒマラヤ山脈ですね。こちら、ヨーロッパの方のアルプス山脈と、ヒマラヤ山脈、ここですね。インドとかネパールとかで有名ですよね。こういった山脈があります。次、環太平洋造山帯。この環というのはもう囲んでいるという意味です。太平洋を囲むように、ある造山帯で、ここはまず北アメリカ大陸のロッキー山脈っていうのがありますね。それから南アメリカ大陸のアンデス山脈というところがあります。さらにこれがこの日本ですね。日本も実は、これが環太平洋造山帯の一部であるということです。まあ、さらに南の方に行くとフィリピンだとかインドネシアとかもその環太平洋造山帯なんですが、インドネシアはね、このアルプスヒマラヤ造山帯の一部でもあるので、両方の造山帯の、まあ、一部と捉えられている。インドネシアなんかはね、と言われます。はい。で、ここでですね、地球を表面を覆っているプレートというものに注目しますが、日本のプレートはなんと4枚のプレートの境界が集中しているんだ
というところですね。普通は2枚なんだけど、日本は特殊で4枚なんだということなんですね。で、そもそもプレートって一体何なんだというふうに思う人もいるかもしれないので、ちょっとプレートの話をしてみたいと思います。地球上は、まあ、いくつかの層でできているんですが、その表面にはプレートといって、硬い板があって、その上に、まあ、人が住んでいたりとか、まあ、海があったりだとかするわけですね。まあ、例えばこんな本がありますが、これがプレートだとしましょう。こんなのがあるんですね。で、ここの上に、まあ、人が住んでたりもするというわけですが、このプレートがですね、動くんですね。で、もう一枚別のプレートがあったりすると、ここは重なり合っちゃったりするということです。で、こうゆっくりゆっくり重なり合って、たまにポンとこう弾けたりするわけですね。これが地震というものです。そして、グググググググッとプレートが押し込まれて、こっちがボキッて折れちゃうっていうね。で、そうするとこの下の方にあるマグマとかがヒューって出てしまうので、まあ、これが火山になっていくわけですね。しかもこう出たものがこう、形作られると山になるじゃないですか。よって今の説明の中でなぜ山地山脈が多いところに地震や火山、こういう活動が多いのかというのが理解できると思いますが、それはプレートとプレートの境目だからと言えるでしょうね。こういうプレートとプレートが重なり合っている場所ではポーンと弾け地震が起き、さらにそれによる津波なども発生します。それからボキッと折れて、まあ、中から出てきた火山活動によって火山がね、火山活動が噴火して、活発になっていたりするということです。で、それが大概の国では2枚のプレートなんですが、日本の場合はなんと4枚というね、すごい、ことなんです。これ図見てほしいですが、こちら太平洋プレートというものとフィリピン海プレートで、この2つがぐっとね、向こう側に行っていくと、それにぶつかり合ってるのがユーラシアプレートと北アメリカプレートというこの4つのプレートですね。で、これ本当に偶然というか、まあそういう風な場所で、日本列島が形作られているということですので、いや、これね、本当すごいんですよ。日本の世界における日本の地域っていうのは、割合で言うと 0.2% しかないと言われています。全体の面積の 0.2% が日本分なんですが、大規模地震の発生割合はなんと 20%、0.2% しかないエリアに 20% の災害が集中していると。一体なぜなのかというと、やっぱりプレート、これですよね。プレートが集中していると。4枚が重ね合っていると。だから世界で一番自然災害の多い国、ですね。これが日本だということです。理由はこのプレートにあります。一方で、全く自然災害がないというか、まあ、全く地震がない、全く火山活動がない、ゼロ、ほぼゼロというね、国があるんですね、地域があるんですね。いや、これはもう羨ましいことですが、先ほどの、ここでも、やっぱりこう、赤くなってない部分っていうのは山が、ない。山がほとんどないってことは、地震とか火山活動も、まあ、ない。という形で、ここに書きましたが、オーストラリア、それから北米の中央高原ですね。オーストラリアというと、この日本の南側のこの辺りですね。はい。この辺りですね。それからこちら、北アメリカ、
この辺りですね。他にもまあいろいろあるんですが、なんか我々日本人としたらね、基本的に災害がすごく多いから、世界でもどこでもなんか地震とかそういうことが起こってるんじゃないかと思うんですが、実は全くないところもあるということをまあ覚えておいてください。はい、以上で終わります。